皆さん、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。本日は、佐藤さんの忍ぶ演奏会、今年で久々なんですが、第5回目を迎えることができました。このコロナウイルス感染症のことで、さまざまなアーティストの方々が、自粛を余儀なくされて、片野さんもその一人です。とても辛い日々を過ごされたと聞いてます。でも精力的に、演奏を、YouTube にとまりアップされております。で、今日は、片野さんに、4年ぶりの、成長した演奏をぜひ見てください、聴いてくださいと言われまして、とても嬉しくて力強いところがございました。それでは、ソーシープレゼンツ、片野聡志忍ぶ演奏会、いよいよ開幕です。で5年ぶりに片野さんの演奏を聴けて、やっぱり心に本当に響く、ジーンとくるものがあって、私は個人的にはね、やっぱり乱れ続けっかとクローン流が一番好きかな。でも今日演奏してくれたね、木原白秋さんの曲もいいし、本当どれを聴いてもいいです。ぜひ片野聡志さんのオリジナルアルバムが合計4枚出てますので、欲しい方がいらっしゃったら片野さんまで、来てください。よろしくお願いします。じゃあ本当に今日はこんなにたくさんの方々来ていただいて、本当にどうもありがとうございました。